島の散歩。三ヶ島。面積 4.57 平方キロメートル、周囲10キロメートル、標高220メートル、人口38人。大部分がハゲハゲの島。外観はモニュメントバレー。姫路港から18キロ沖合の伊江島諸島に三ヶ島という小さな島がある。ここは採石の島で、古くから採石の盛んであったところ。島はかなりの部分採石で崩されている。しかし切り崩された崖の岩肌が露呈した、なんとも迫力のある外観となっている。その景観はまさにアメリカのモニュメントバレーのような荘厳さを感じる。伊江島諸島を結ぶ連絡船など、海からの眺めがその様相を一番楽しむことができるだろう。なお岩肌が露呈した様相は本土の姫路側から見える。場所によっては結果的に少しユニークな形で削られ、これはまるで西之島、沖ノ島の観音岩によく似ている。島の中。島の中はほとんどが採石場。集落のすぐ手前まで採石場が押し寄せている。島には立ち入り禁止の看板がところどころに見かけられる。逆に立ち入り禁止の看板までは行けるということだ。間近に見える切り立った岩、高い崖の頂上、ワシが飛んでいた。岩がいつか落ちてきそうな恐ろしささえも感じるので、あまり近くには怖くて近づけないし、近寄らない方がいい。島で本格に採石が始まったのは明治に入ってからだったという。神戸や大阪で近代的な港湾整備があって学業を呈したという。神戸、大阪の湾岸や関西空港など埋め立てなどで使われた採石で、島は大変にぎわったという。ただし近年は採掘は最盛期の半分にも満たず、にぎわいもなくなってきている。それだけ昔の勢いはない。石を葉っぱで採石する切り出し業者と、決められた大きさに採石する採石加工業者に分かれている。石は立野浜などから離れた、人里から離れた港から積まれ運ばれていく。立野浜ビーチ。島には大変美しいビーチがある。立野浜海水浴場、立野浜のビーチだ。とても青く、ビーチは白く美しい。この島の海でよく見られるのは
赤クラゲで、このクラゲには注意しなければならない。けれど、クラゲは魚の餌になり、それだけ魚影が濃いと言えるのだ。ザッザーッと押し寄せる波。ここは瀬戸内海なので、基本的に穏やか。優しくザザーッと波が押し寄せる。引いたり押し寄せたりと、ぼーっと波を見つめているのが心地よく感じる。夏にはまだちょっと前のこの頃は、波に包まれた足がひんやり涼しい。伊達の浜ビーチは夏になれば海水浴でよくにぎわっていた。しかし他で人気を取られてしまったのか、一時期閑散としていた。しかし近年は引き網体験、民宿やペンションなどでグルメを味わったり、市や観光協会の努力により観光産業は盛り返しているようだ。海辺の集落。伊達の浜に面す伊達集落が丹ヶ島一番の集落だ。伊達集落のすぐ目の前が伊達の浜ビーチとなっていて、この集落は潮の匂いがプーンとして、とっても景色が気持ちよい集落だ。時期なのか、花がいっぱい咲いていた。海辺の花、鉢植えでも自然な感じがする。海が近いのに立派に咲いているということは、潮に強いのだろう。以前来た時はもうだいぶ前になる。家並みがだいぶ変わっていた。立派な家々も増えているようだ。観光でにぎわっているということだろう。頑張ってほしいものだ。ここはレブランクというカフェ&レストラン。倉庫を改良したような作りがおしゃれ。シャワーや更衣室もあって、海の家の役割をしてくれていることがありがたい。利用はしなかったけど、お店の人が気さくに挨拶をしてくれたのは嬉しかった。地蔵堂。集落の片隅に地蔵堂がある。このすがすがしい緑、この緑は覚えているけど、この場所にあったことは覚えていなかった。地蔵堂なので、お堂の周りにお地蔵さんが立ち並ぶ。一つ一つとはいかないけれど、いくつかのお地蔵さんにお参りした。地蔵堂、緑に囲まれ涼しい雰囲気。丹ヶ島で一番のパワースポット。中は提灯がいっぱい下げられて、大きなお地蔵さんがいた。
ヘリポート。集落の外れにヘリポートができていた。比較的新しいものだ。船の便数も少ないこの島で緊急患者の搬送は必須な必要要件になる。ヘリポートはでっかくて青い空のもと海の眺めのある爽快な景観があった。家島十景立て咲き。島の先端は丹賀立て咲きというところ。丹賀立て咲きは家島十景の一つで景観の美しいところ。家島十景とは18世紀に示された播磨国の地図の呼称だという。なんとも美しい場所。沖合を船が行く。なぜ立て咲きなんだろうと思ったが、実はすぐ沖合には盾のような立て岩がそびえ立っていた。迫力がある。古来より立て咲きからの月の眺めも素晴らしいと言われる。近くには地蔵様が祀られている林もあるという。夕方前には西日に照らされて立て岩の周りはキラキラしていた。干潮になれば歩いていけるかと思ったが、潮が悪かったのかあと一歩のところで行けなかった。立て咲きには鹿公園がある。崖の下にある鹿公園、網の柵で覆われていた。けれど鹿たちは元気に食し、前来た時よりも豊富に餌を与えられて鹿の数も増えているようだ。毛並みも良くなって良い環境になっているようだ。沖合に見えるのは宇和島という。二つ合わせて宇和島、丹賀島の玄関口にある印象的な島だ。もう一つの集落、立て咲きよりずっと南に行く。舗装した道路はもう一つの集落葵に続いている。時期なのか黄色い草花が多かった。野菊の仲間だろうか。道端や海辺に群れをなして咲いていた。この時期の丹賀島を彩る美しい景観だろう。そうしてここが葵の集落。立派な郵便ポストがあったが、収集時間は書いていなかった。ここの集落で一番の建物は葵荘。昼食の時はレジャーボートでこの前の港に横付けして、ここで美味しい魚料理をいただく人でにぎわっていた。
暑い中ぜいぜいと息を切らせここにたどり着いた。実はこの島に来たのも予想外の展開になって水を準備していなかったので、唯一あった自販機はとても助かった。木陰に座って少し一休み。犬の島だと思ってまさか期待していなかったけど、猫がいたのは嬉しかった。とっておきのビーチ。伊達集落からさらに西に行くと、青い海を感じる道、青い景観を感じる道がある。野花がたくさん咲いていて、海とともに心休まる景観だ。歩いていて楽しい気分になる。そうして集落と採石場の間あたり、道路には石が崩れていた。大したことなさそうに見えるけど、こんなのが真下に落ちてきたら大変だ。頭にぶつかったら一発でおだぶつだろう。注意して歩かなければならない。そうして目の前には目を見張るような光景が広がっていた。ビーチだ。青い海、白砂ビーチ。瀬戸の島でも指折り数えるほどの海の青さがあるかもしれない。海はシアンから青のグラデーションも美しかった。ビーチに降りてゆっくり一休み。誰もいないビーチでとても贅沢なひとときを過ごす。ザザーと来る波。ザザーと引く波。沖合に行く船をずっと眺めていた。そうしてしばらく最高のビーチを見ながらビーチでゆっくりしていた。三ヶ島の犬の多頭飼育崩壊。以前この島に犬が放し飼いにされ、飼い主が放し飼いに犬を飼っているということで、首輪のない犬が、しかも大きな犬が放し飼いにされていた。最大で18匹もいたという。犬は人間を追いかけて襲いかけてくるものもいる。観光客も地元の人もこの無責任な放し飼いに頭を痛めていたという。しかし
実は犬たちも被害者だった。また犬たちも生まれてから狭くて汚れた檻の中で飼育され、放し飼いにもされた。医療にもかけてもらえず、ご飯も満足に与えてもらえなかったという。飼い主は老人の方で、最後は置き去りにし島を出て行った。犬たちはいつまで経っても帰らぬ飼い主を旦過島の桟橋で待っていたという。そうして有志が立ち上がった。姫路市の保健所や警察を交えて話し合い、受け取り先が決まらなければ全頭が処分されるという危機であったが、ボランティアの人たちの努力で全18頭が保護されたという。募金も全国から数十万円集まり、全頭の初期医療と避妊、去勢ができたという。そうして数年、犬のいなくなった旦過島。今回島に行って、前は見ることのなかった猫を見ることができた。船の待合所、プレハブの待合所は貨車を再利用した待合所になっていた。待合所の前にごろつく猫、観光客相手におねだりしているのだろう。とても懐いていて、とても可愛くて、けど何もあげるものがなかったので申し訳なかった。ただこの猫もちょっと痩せていた。毛並みも少し良くなさそうだ。今度は無責任な猫の島にならないように注意しないといけない。でも犬が多かった頃とは違ったのどかな雰囲気がある。